タラはアンタルクティカとして建造され、ついでアンタルクティカエクスプローラー、シーマスターを経てタラとして運用されたスクーナー。ジャンルイエ,ティエンヌによりアンタルクティカとして1996年まで極地探検に用いられた後、クストー協会によりアンタルクティカエクスプローラーとして海洋調査に用いられる予定であったが、2000年にピーター・ブレイクによって買い取られた。 シーマスターとして南極アマゾン川の調査に用いられたが、ブレイクがその途上で殺害されたことによって運用は中断された。2003年、アニエスベイのエティエンヌ・ブルゴワにより購入され、タラとして海洋環境調査に用いられた。1989年、ジャンルイ・エティエンヌにより、リュック・ブベとオリビエ・プティの設計によって、フランス造船、 ビルラ・ガレンの造船所にてアンタルクティカとして建造された。アンタルクティカは1991年から1992年にかけてのパタゴニア、サウスジョージア島、南極半島と1995年から1996年にかけてのスピッツベルゲン島の探検で用いられた。1997年、クスト教会はピーター・ブレイクをアンタルクティックエクスプローラーの船長に 迎えた。アンタルクティカエクスプローラーと解明されたアンタルクティカはオークランドで整備を行いアルシオーネの両線となる予定であった。しかし、この計画は進捗が滞り、ピーター・ブレイクもアメリカスカップに注力し続ける結果となった。2000年には財政が悪化したクストー協会からピーター・ブレイクは離脱し、独自の計画を展開し始めたが、 その計画にとってアンタークティカエクスプローラーは有用な存在であり、同年にこれを買い取ることとなった。ブレイクエクスペリションズ社を設立したピーター・ブレイクは全米をシーマスターに解消した。国際連合環境計画に参加し、ドキュメンタリーを撮影する計画を立てていた。計画では局地、アマゾン側、 太平洋のンゴ礁を対象とし2001年から5年間を費やす予定であった。しかし、マカパニ停泊中の2001年12月5日、海賊によってピーター・ブレイクが射殺され計画は中断した。この公開はナショナルジオグラフィックのドキュメンタリーとして取り上げられ、生前に南極で撮影されたドキュメンタリーは、ハート・オブ・アイスとして2002年7月28日に、 放映された。ブレイクエクスペディションズは新たな支援者を求めたが、アメリカ同時多発テロ事件の影響で2社が手を引くなど、不調に終わり、2003年8月ロード島に経由されていたシーマスターは売却されることとなった。ピーター・ブレイクの遺族はシーマスターの売却先としてふさわしい人物を求め、結果、エティエンヌ・ブルゴワが、 推定175万 US ドルで購入した。10月13日、シーマスターからタラと解明。タラは、マオリ語で、天国の道を意味する言葉で、ピーター・ブレイクの祖父が使用していた鮮明であった。2004年より2006年にかけては、グリーンランド、南極、パタゴニア、サウスジョージア島で6回の探査を行う一方で、聴覚障害者のサウスジョージア島探検を支援。 セバスチャンサルガドとピエール・ユイグの作品制作に協力している。2006年9月から2008年2月はヨーロッパの北極調査計画ダマクリーズに参加し北極圏で運用された。2009年9月から2013年にかけては海洋プロジェクトとして北極及び南極を含む各地の海洋をめぐった。2014年は5月から11月まで地中海の調査に 2016年からは2018年までの予定で太平洋の調査を行っている。また、2015年で建造から25年以上が経過しており、大船の検討が必要であることをエティエンヌ・ブルゴワが主張している。船舶は厚さ1 5ミ、mm、リメートルから2 5ミ、mm、リメートルのアルミニウム製。海標の圧力に耐えるため圧力のかかる部分は厚く。 氷から浮き上がるために船型は乱形になっている。発電装置としては、発電機に加え、太陽光パネルや風力発電機を備える。真水の製造能力は1時間300リットル、6000リットルのタンクに加え、燃料タンク5万リットルと汚水タンク7000リットルも有する。通信設備は時期により異なるが、2016年には、ユーテルサと、 フリートブロードバンド、タンパ、スタンダード C に対応している。飽和潜水のための再圧タンクは、4人用の30気圧のものと40気圧のものを備えている。ハット ABCDEFGHI、タラ新聞。タラ財団。2016年8月13日閲覧。タラ。myshiptracking.com。 2016年8月13日閲覧。ab.tara.marinetrafic.com。2016年8月13日閲覧。abcd. バーチャルツアー。タラ財団。2016年8月13日閲覧。abcd. タラアークティック2007から2008。ザグレートアークティックドリフト。 デベロッピングアークティックモデリングアブザービングケイポビラティスフォーロングタームエン e イロメンタルスタディーズ2016年8月13日閲覧エティエンヌ・ジーン・ルイス国際局地基金2016年8月13日閲覧ジャンルイ・エティエンヌスピッツバーガン2016年8月13日閲覧 ABC ブレイクリーブスクストソサイティフォーウォータープロジェクト ニュージーランドヘラルド。2016年8月13日閲覧。アンタークティックエクスプローラー。ザ・クスト・ソサイティー・イズ・テイキング・オン・ザ・アイス・イン・ザ・ニュー・ポーラー・ベッセル。ダイブ・ニュージーランド。2016年8月13日閲覧。AB ・アンタークティック・エクスプローラー。ザ・ニュー・アライバル。クスト・ソサイティー。2001年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年8月14日閲覧。A.B. アンガス・フィリップス・ナイトルックス2・メイクライト・アット・シー・ワシントン・ポスト。2016年8月14日閲覧。A.B. シーマスター・オン・ブレイク・エス・オールド・コース。ニュージーランド・ヘラルド。2016年8月14日閲覧。サー・ピーター・ブレイク・キウイ・ヨッティング・ヒーロー。ニュージーランド政府観光局。 2016年8月14日閲覧。ABC キャ t h e マ i ターズ the killed, a e ザ・ナイト・ゼ・キルド AQ にヒーロー。ニュージーランド・ヘラルド。2016年8月14日閲覧。デス・オン・ザ・アマゾンビッグ・ウェーブ・プロダクションズ。2016年8月14日閲覧。Heart of Ice インターネット・ムービー・データベース。2016年8月14日閲覧。 クレール・トラベット・セイル・オブ・ブレイク・エス・ボート・セレットンス・エンド・フォー・ネーチャー・プロジェクトニュージーランド・ヘラルド2016年8月14日閲覧シーマスター・オン・ブレイク・エス・オールド・コースニュージーランド・ヘラルド2016年8月14日閲覧118・36メートルアンタルクティカタラ CMN ヨット2016年8月14日閲覧 2009から2013年タラゴ海洋プロジェクトタラ財団2016年8月13日閲覧。2014年タラゴ地中海プロジェクトタラ財団2016年8月13日閲覧。タラゴ太平洋プロジェクト2016から2018タラ財団2016年8月13日閲覧。アシャポルザコールドウェイ ベリー httpww.barmagazine.org.magazine.issue-12117 w o v e r v i e w issue-12494TheCold Way 2016年8月14日閲覧ありがとうございます。